皆さんこんにちは、グッドスピードモーターサイクル伊藤です。今回、弊社では、やっぱり一番人気なのってハーレーの、スポーツターですね。今回ご紹介するのは、XL1200 の、CX ですね。まだ、出て新しいモデルになるんですけれども、この子はもともとトリスポークだったりとか、フロントがダブルディスクだったりとか、どちらかというとスポーツカーでも走りを意識した、モデルになります。で、本来の、モデルはまた後ほどご紹介しますけど、スポーツカーモデルの中では、リアサスがかなり高い位置に設定しあったりとか、コーナーでもかなり攻めて走っていただけるような設計になってますが、この、今回の車両に関してはあえて下げるという新しいスタイルを撮ってますので、今回ご紹介させていただいています。リアサスなんかおそらく30ミリぐらいですかね、下がってますので、完全に、リアのフェンダーをかぶってますね。結構このスタイル新しくてかっこいいなと思います。このモデルの、オプションのシートですねが入ってたりとか、もちろんナンバーはサイドになってますし、純正の、サイドバッグですねがついてたりとか、あとは結構なかなか高くて僕らも買えないんですけども、純正のフュエルキャップですねがついてたり、あとは、もしかしたら前のオーナーさん女性だったかもしれないですけど、スリムレバーですね。結構ハーレのレバーってアメリカ人向けに作ってあるんで、よく U ターンするときとか指が届かなくなったりするんですけど、このスリムレバーって結構小さく握りやすいので僕らおすすめしてますね。定番ですけど、この年式は一応ETC だったりとか、あとは USB ですね、そこら辺ついてたりとか、よくあるのがこのフロントフェンダーだったりとかに、一応ハーレーですね、一応アメリカのバイクなんで、日本ではいらないですけど反射板がついちゃってるんですけど、そこも外してきちっと塗装がしてあるという、結構完全にこだわったスタイルですね。ハンドルなんかもかなり、低い位置でほぼフラットバーですねに変わってますので、そこら辺もいい雰囲気出てるんじゃないですかね。あとやっぱりカフェレーサースタイルといえば、やっぱりアンダーカールですね、これですかね、がついてるとやっぱいきなり低く見えたりとかするので、そこら辺もなんかやり抜いてある僕のおすすめというか個人的に好きな一台ですね。あと今かなり注目されているのが、このケラーマンウインカーですね。一応世界最小と言われているウインカーで、値段も張るんですけど、なんせ小さくて目立たないですし、あとはなおかつ一応車検も対応になりますので、嘘でしょってよく言われるんですけど、あとはこの後ろに関してはストップランプとウインカーが連動したタイプになりますので、リアフェンダー、テールランプついてないじゃんと思うかもしれませんが、ついてますので、これ結構ハーレーだとか新しいカスタムに皆さん入れられている方が多いですね。で、先ほどチロッと、ご説明しましたが、本来のモデルっていうのが一応この辺でかなりリアは高いです。まずフェンダーなんか全然収まることがないので、どうしてもお尻上がりというのかが嫌いだけど、例えばダブルディスクがいいとかトリスフォークがいいってなると、やっぱりこの CX ロードスターを選んであげる必要があるかなと思います。このブルーに関してはちょっと今充電しちゃってますけど、ツーブラザーズの、マフラーだったりとか、パフォーマンスマシンですね、そこら辺のパーツもついてたりとか、あとやっぱりよく走る方だとビキニカウルないとやっぱり走行中かなりしんどいので、この辺もついてたりとかね、すると面白いかなと思います。ウインカーの、レンズを変えるもよしですし、先ほどの、ケラーマンですねのやっぱりちっちゃいウインカーに変えるのもよしですけれども、もうスポーツターに関してはかなりパーツが出てますので、飽きることなくカスタムを楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、よくこれ何ですかって聞かれるんですけど、これ、ハーレーって、エンジンの始動時にものすごい充電 を使っちゃうので、毎日これ2台ずつ充電して帰ってます。
まあ、日常的に使っている方だったら問題ないかなと思いますけれども、新しい車両に関してはもう、コネクターっていうんですかねがもう、サイドカバーの中に入っているのでそこにプスッとつなげば大丈夫なので、まあ、そんなに高くないものですしいざ乗りたいという時にバッテリー上がっていると最悪っていう経験された方も結構いらっしゃると思いますけどハーレー乗ってる方はぜひ、ね、この、ご自宅用の、100V 電源で、充電できますので一つあれば安心して乗れるのかなと思います。